言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。激動の現代社会、その時代の舵を取る企業のトップたちの言霊に触れることで、日本が向かう先、そう、未来が垣間見えるかもしれない。トップの言葉が現実になる。沖縄県那覇市よりミネラルたっぷりの水を通じてお客様の健康サポートのための業務を行っている株式会社水商売。日々ミネラルウォーターを広める活動をしている企業だ。今日はそのトップの言霊に触れる。高校卒業してすぐ東京行ったんですね。で、仕事も配送業でなかなか楽しかったんですけど、その年の10月にお家に帰ったら白雪が出たので、やっぱ沖縄がいいと思って沖縄に帰ってきちゃいました。私は交通事故に遭いまして、骨盤骨折、恥骨骨折、網膜剥離になって、ちょっとしばらく入院して、でその後はちょっと仕事がなかなか探せず、結構どん底見たかな。初めて親にすいません、土下座してお金を借りたこともあります。株式会社水商売、渡嘉敷社長に会社設立のきっかけについて尋ねた。いろんな仕事やってて、水関係の仕事が多かったっていう流れですかね。なので、このお水がちょっともう気に入ってしまって、で、ビューティーウォーターに惚れ込んで代理店を始めて、沖縄にはまだ入ってきてないの で、それを沖縄に広めていこうかなと。株式会社水商売のメイン販売商品であるビューティーウォーターの特徴について尋ねた。ビューティーウォーターはミネラルが20種類以上入ってて、で今現代人ミネラル不足の人が多いので、それを補うお水になってます。疲れとかも結構取れるのが早いし、お酒飲まれる方は二日酔いには最高なんですね。株式会社水商売、その企業名に込めた渡嘉敷社長の思いについて尋ねた。水商売の字は水に笑う、売るなんですけど、水でみんなの笑顔を見たいなと思って、それでみんなが健康に、このミネラルをいただくとやっぱ健康になっていけるので。株式会社水商売、渡嘉敷社長が起業する中で心に残ったエピソードについて尋ねた。たくさんありすぎて、どれをチョイスすればいいのか今ちょっと出てこないんですけど、基本私みんなに助けられてるんです。一人では結構あんまり動けなくて、もうみんなが、じゃあ自分この部分が苦手ならこの部分はもうこの人に、なんか振り分けしながらちょっとみんなに助けてってやってますので。株式会社水商売、渡嘉敷社長が描く今後のビジョンについて尋ねた。たくさんの取り次ぎ店とか代理店がやっぱ抱えてて、それでもみんなが笑ってくれてたらいいなっていう感じなんですけど。株式会社水商売、渡嘉敷社長の座右の銘について尋ねた。半音放射です。で、先ほども言ったように、やっぱみんなに私助けられてるので、その気持ちを大事にしていきたいなと思ってます。衛星電話ではなかなか厳しい。ハザードトークなら専用に確保されたデータ網を使用、つながりやすく BCP の災害時通信手段に最適です。写真や動画の共有により現場を見える化、あらゆるところで利用可能。協力してくれる方々がいるからこそ頑張れるという株式会社水商売、渡嘉敷社長は今日もお客様の笑顔のために邁進している。言霊。古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から、日本の未来、そして時代が垣間見れたのではないだろうか。